はい、どうも、イズログです。今日は、2021の目標ですね。それを動画で 残すために、今、録画してます。では、早速、2021の目標行ってみましょう。ちょっとね、こういうむさ苦しいところで決意を固めるっていうのは、まあ、決意固めるに場所と雰囲気とか別に関係ないんで、まあ、ちょっとここでやっていきたいと思います。はい、では、まあ、2021の目標、と、まず、スローガンですね。僕がスタンスとして、まあ、スローガンとスタンスどういう意味なのかって言ったら、まあ、僕の肌感覚で、まあ、無理せずに頑張っていこうぜ、みたいな感じなので、で、そのスローガンと、目標ですね。それを、ざっくり、ペラペラーっと言っていきます。で、そして、スローガンに関しては、今更かっていう話なんですけど、攻殻機動隊の名言から、引っ張ってきました。で、自分、まあ、僕的にしっくりきたから、まあ、それを落とし込んでいきたいと思います。まあ、ブログと被ってる内容です。I thought what I'd do was I would pretend I was one of those deaf mutes。僕は目を閉じ、口をつぐんだ人になる。で、これは結構有名な笑い男事件の笑い男が残した名言ですね。まあ、これ、攻殻機動隊スペース名言で、調べるといっぱい出てきますね。まあ、すぐ出てきます。まあ、ちょっとこれ本質的には、ちょっと違うかなという感じです。まあ、本編で使われた意訳で、あえて触れられてない部分があって、 I would pretend、 これ、 I would かな、 had なのかな、ちょっとごめん、ここら辺ね、英語力ないから分かんないんだけど、 pretend、 何々のふりをする、装いを、装うっていう単語の訳し忘れではないとは思うんですよね。あえて意訳で訳さなかったっていうふうに僕は見てます。なので、作品の中ではずっと目を閉じ、口をつぐんだままで人間になるっていうふうな感じでしたけど、まあ、僕にこれを置き換えて、僕のね、スローガンにした、ものというのは、まあ、まず目を閉じることです。目を閉じて何を見ないかにすると、まあ、SNS ですね。それに反応しないことです。で、口をつぐんだ人になる、人でいることです。まあ、いちいち人のた、あの、スキャンダルとか、ムカつくヤフーニュースとかの記事に、まあ、書き込みとか、ツイートをしないということです。で、そして、デフミュートを、まあ、だって目を閉じ、口をつぐむ、まあ、要は、余計なことを見ない、余計なことを言わないということですね。で、そして、プレテンド、何々を装うということなので、僕的には、時期が来たら自分の声を上げること、旗を上げるという意味ですね。まあ、そのなんだ声と旗っていうのは、自分の、今僕の中ではゴールデンウィークに着工する予定の家ですね。ルームシェアと、民泊、まあ、どっちやるかはちょっとまあ決まってないですけど、まあ、それですね。それができるまでは、もう絶対それだけを見る。家だけを見ること。だって、生活しづらいんですよ、マジ、あの家。なんで、まあ、とにかく、この、スローガン、笑い男の、僕は目を閉じ、口をつぐんだ人になる、っていう言葉の意味を僕の今年のスローガンにした理由としては、まあ、とにかく、横道に逸れてないで、てめえの自己実現とっとと実現せえや、っていうところですね。そういう、決意のもと、こういうものをこういくっていうのを決めました。やっぱり、他人事に干渉してたって別に無意味なんで、とにかく自分の実を自己実現ですね、をすることに全てのベクトルを向ける、そういう年にするぞっていうニュアンスですね、このスローガンの意味として。はい。そして、そうですね、で、そして自分の自己実現を実現するためにする呪文っていうのがあって、得たい結果は何ですか？あなたが得たい結果は何ですか？で、これっていうのは、僕が前、言ったことのある、なんだっけ、企業塾ですね。そこはすごくいいところで、まあ、落ちこぼれだったんですけど、周りはみんな企業で成功していくのに、僕だけなんか、全然できないみたいな。でも、そこで言われたこと、あなたが得たい結果って何なんですかねって。これは自分の本質ですね。自分の本質っていうダーツの的があったんだとしたら、真ん中のブルのど真ん中をこうズドンってぶっ刺す、いい質問だなと僕は思ってるので、
自分が何で毎年目標立てたりするのかとか、でそれ得たい結果っていうのは何なんですか、これが一致してないから今までこうグズグズしてたんだろうな、なんていうのを感じてきたので、まあここから目を背けないこと、自分の本質ですよね、で行きたいと、まあ行かないと、まあ、どんどん苦しくなってくるよっていうことなので、とっとと実現させちまおうぜっていうので、得たい結果は何ですか、あなたが得たい結果は何ですか、この質問をとにかく迷って立ち止まりそうな時は自分自身にしていくことで動き出していく、止まらずにねっていう原動力にするためにも、この質問とスローガンですね、笑い男のを常にやっていきたいと思います。そして SNS で他人にやっかむとかそういうことはせず、全て自分ベクトルを自分に 100% 当てて自分の自己実現に、まあ突っ走っていこうぜっていう、今年の決意です。はい、まあ、そしてですね、じゃあ得たい結果は何なのかというのは、まあ自分の経済力ですね。で、その理由として、今まではそうですね、日雇いだったり、キャンプ場バイトだったり、リゾーバーも今やってるけど、あとザンボニーのドライバー、まあいろいろな短期のバイトしかしてないんですけど、やっぱりその生活をしなくちゃいけないから嫌な仕事もしなくちゃいけないっていう状態を作らないこと、これが絶対的な根底にあります、僕の中で。だって生活にしがみつくって俺嫌だもん。まあしがみつかないとお金もないっていう状態も嫌なので、じゃあどうするかといえば、まあ仕事っていうもの、使えることと書いて仕事ですね。そこにじゃあ自分の生活と引き換えに嫌な仕事ずっとするのかっていうのも嫌なので、やっぱりそう、仕事を選ぶためですよね。に、自分の経済力っていうのは持っておけば足元見られないん で、あとはその、何でもかんでもやめてばっかりだと意味がないので、まあ自分の中でもそれなりに続けていける仕事っていうのは絶対あるので、まあそれらをつなぎ合わせた上で、体を拘束されて、もらうお金と自分の裁量でどうにか作れる経済力、お金っていうものを、今年こそは実現していかなくちゃいけないなっていう危機感ですね、焦燥感というか、まあそういう、まあ僕も36なので、まあ時間がないなっていう焦りがあるので、早く叶えていきたいっていうふうに思います。そうですね。おっと、カンニングペーパーが見られちゃった。まあいいや。まああと、次2021は、まあ具体的には2020のやり残したことを消化して落とし込むことですね。で、そしてやり残したことを叶えること、そこに全力を向ける、そういう、年です。まあとにかくやること、一番の大優先、一番最重要事項は自分の家をリフォームすることですね。まあシェアハウスかゲストハウスにすることで、まあこれを現金化して最低月12万いければいいなって感じですね。で、これやる取っかかりはゴールデンウィーク明けを予定してます。去年から、ブログで書いてるように。で、最悪7月末までにはオープンができればいいかな。まあむしろ7月末までにオープンしないときついなって感じですね。はい。うん。で、あとこれがちょっと遅れたりするかもしれないので、で、それの理由としてはちょっと大徳と、小型、なんだっけ、建設車両系の掘削とクレーンと、ちょっと船舶免許、やっぱりちょっとトロトロ言ってて取ってみようかなって感じですね。やっぱりその季節の仕事の選択肢を広げるのと、季節の仕事の時給も上げていきたいので、ちょっと、自分に資格を取るっていう、実用的な作業免許を取るっていう、投資も必要だなと思ってきたので、それがどれくらい合宿免許に行く予定なんですけど、まあそれがどれくらいで取れるのか。で、ちょっと着工が遅れてオープンまでが、まあ伸びるんかなって感じですね。で、この家のリフォームさえ終わってしまえば、もう本気で英語やる、本気で FX やる、本気でサイト作り込む、本気で離場金症候群直す、本気でちょっと貯金300万作りに行く、本気で体重80キロにする、
そしたら本気でゲームやる。まあ、登録人数を1000人までちょっとやってみようかって感じです。ゲーム実況とかしてね。で、それのための土台は、泣いても笑っても家なんで、それをちょっと、作る。早くリフォームを終わらせるっていうところですね。そして、まあ、この7つが、今年、島津の、目標です。達成すべき目標です。で、そして、スタンス、スローガンとしては、目を閉じ、口をつぐんだ人間でいて、これらをとっとと達成するってことですね。もう周りには目をくれず、自分のこの達成したいハードル、自己実現の目的、目標だけを見て、突っ走っていくってことですね。もう余計なことはもう見ない。他人はどうでもいい。自分ごと。とにかく自分助けること。これが2021僕の目標です。で、そして、まずこれができればですね、足していきたいことがあって、やっぱ電気に強くならないとダメっす。うん。なので、電工2種と電検3種をちょっと取っていきたいかなって感じです。ちょっとAmazonでキットも売ってるんで。で、あとは電気回路にも強くなれば、まあ、スピーカーの修理とかして、メルカリで転売もできるかな。お金を増やしていける手段が、武器がね、増えていくかなっていう感じです。そして、この7つのものと、目標と、あと根底ですね。僕の本質の部分、ブログの趣旨ですね。もう一度考えたいです。二足のわらじの意味ですよね。で、自分は、ホリエモンみたいな商売の上手い人間ではないし、だからといって、まあ、だからこそ体を拘束されてやる仕事と、まあ、こうやってアドセンスも不定期に8000円とか入ってくるので、まあ、それらはどっちかに 100% の比重を置くことはおそらくできないと思います。なので二足のわらじのままでいくことは免れないっていうふうに冷静に考え待ってました。年末2021の目標を考えていた最中ですね。なのでやっぱりそう、雇われてやる仕事と雇われる期間は選びたい、かつ時給を上げたいっていう悩みはありますので、まあ、これらのバランスをまあずっと試行錯誤していくことになると思います。で、さっきも言ったんだけども、大徳なの、大徳取ってクレーン取って車、こういう建設車両系の掘削穴を掘るやつを取ればいい、重機ちっちゃいユンボのレンタルできるんで、それで穴掘ることできれば、ちょっと家のリフォームも時間がかからないように早くなるんだろうなって思うので、ちょっとこれは取っていきます。あと玉掛けかな。で、あとは船舶免許2級取って、まあ、雇われてやる仕事は、準備万端。まあ、あとは自分の収入源を育てるために、その雇われてもらった給料を突っ込んでいけるという話ですね。まあ、とにかく二足のわらじのうち一つは履き潰し専用なんで、どうでもよく出戻り自由かつ辞める時期が決まっていて、季節的に始まる時期が決まっている、まあ、こういう仕事にしていけばいい、まあいいなっていう結論がようやく出ましたね。まあ、アイデアとしては JA の農業バイトヘルパーリレーですね。でもこれもコロナでちょっとどうなるかがわからないですね。まあ、あと2番目としては、香川県の海苔の養殖の漁師ですね。船舶免許を2級取って。まあ、これもね、リゾバで出てたんで、まあ、ちょっともうちょい我慢すれば、香川に行けたかなって感じです。で、その他は、ちょっと秋田の地元で求人探してみようかなって感じです。除雪の仕事とかね、せっかく大徳あるんだから。で、あと、まあ、ブログにも、これはちょっとブログの方にちょっと書いたけど、ワーホリ行ったっていうこと、話があって、そうだね、同じとこで働いたっていうこと偶然あって、まあ、それが少し嬉しくて、ワーホリの時代を思い出したんだけど、やっぱり、あの時代があって、あそこを生き抜いたから多分できると思います。なので、今年は自分を変えていく、そういう年にします。はい。てなわけで2021の目標設定でした。では、ブログで書いていきます。ブログと動画でやっていきますね。お願いします。